はようございます。今日は面接が3つあるの で、ね、結構僕志望度高いので、どれもまあ実は、まあ、1個目はそこまでかもしれないけど、2個目3個目めっちゃ志望度高いので、 OB 訪問もしてて、 ES もめっちゃ見てもらって書いて、面接練習も1つはうちは友達にがめちゃ無双してる人いるので、その子に対策してもらったので、まあまあまあでもやってる、まあ、ちゃんとやったので、花粉症が辛すぎて面接の時に面接の時に花粉症の人どうしてるの？面接の時の花粉症って本当に鬼ほどきつい時ありません？さあ、頭を回さなきゃいけない状態にもかかわらず花粉症だから鼻水は出るし咳も出るけど、でも鼻水でしてるのを見られたのが印象悪そうだから鼻水我慢しようみたいな変な考えなきゃいけないですよね。普通の花粉症じゃない人よりも花粉症であることによってのあれがありますね。リスクみたいな、リスクというかハードルというか壁みたいなものがありますよねまあでもその代わりね、花粉症の人は鼻が効かなくなるんでもしなんかもしあれですよ、ね、面接中とかに隣に臭い人とかがいても大丈夫っていうメリットはありますね。フェルミ推定の方を勉強していきます。フェルミ推定がコンサルだとあれなんですね、コンサル志望してる人はみんななんか勉強してるかもしれないんですけど、コンサルの人はフェルミ推定を勉強しなくてはいけなくて、でなんかそのフェルミ推定を初めてなので、なんか僕教えていただいて、中身になんかこういうもの解いてみましょう実際にみたいな全部やっていくっていう、難易度も分かれてて、でなんか僕はそんなにできるわけじゃないので、とりあえず難易度 A は解けるようにしておこうかなみたいな、難易度 B とかもやっといて、難易度 C 来たらもうなんか頑張るみたいな、頑張ってるところを見せて受かりに行くみたいな、初めてなのに頑張ってるねみたいな感じで行こうと思います。そうでも大事ですからね、なんかそういうところも。いやめっちゃ緊張するなコンサルは、てか初っていうのが緊張しますよね。みんな面接練習とかしてるんですかね。僕この前昨日初めて面接練習しましたけど、めちゃくちゃ恥ずかしかった、あの面接練習するのびっくりするぐらい。しかも友達なんか分かってるし、いつも自分とか座るとき、椅子に座るときはボタンはなんかあれで知ってます？これ豆知識ですけど、座ってるときはなんか1個だけつけっぱなしでもいいし、取ってもいいみたいなのがありますね。でネクタイは絶対見しときましょう。はい、これも絶対なんで、これネクタイねダラダラしてる人もダメですよ。僕叩かれまくったんで本当に反省してますけどね。本当にその取った日ずっと泣いてましたけどね。あ絶対叩かれると思って。そうで上はこんな感じで、とで下からは安定のあれですよね、最近の流行のなんかウエスーツしたスウェットですね。下はもう寝た時のまんまっていう流行あるらしくて、僕もそれに準じようと思います。今まではなんかその就活だからって絶対に流れには乗らないぞって思いで自分のいいところを見せていくんだと思ってやってたんですけど、今は僕流行になろうと思ったので、こうやってそうもうちゃんと流行に乗ってます。ありがとうございました。はいはいはい、ありがとうございました。失礼します。あったー。いやどうだろうな、微妙だな、微妙かもしれません。どうなんですかね。いやわかんないんですね。暑いね。そして最近でまだ目安あるんですよね。一回なんでスーツでいいんだろう。じゃあでもあるあるですね、あの目安終わった後よくわかんなくなるより開放感も得たくなるんでなんか脱いじゃうみたいな。とりあえずスーツを。僕なんかな、専修大学、まあ、ないと思ってるけどね、学歴フィルターなんて。もうでもまあ、学歴フィルターもね、たまにね、言い訳にしちゃいたくなりますよね。
でも次もね、ちょっと僕大事な面接地味にあるんで、そこもしっかり捉えていければいいなと思います。でもまあ向かっててほしいな、もう安心したいっすね。一回なんか前までカッコつけて僕内定って内定行かない企業内定もらうとかダサいっしょとか思ってたんですけど、なんかいざ実際にちゃんと選考始まって、なんか行きたい企業しっかり探してエントリーしてってやってるとめっちゃ不安ですね。なんかその行けなかった時落ちたらもうだって終わりじゃないですか。そのタイミングでその瞬間終わっちゃうから、それはすごい不安ですよね。全部落ちたらどうしましょうかね。3個とも落ちたらやばいな。なんか3個とも落ちたことによって、その3個とも落ちたっていう事実はいいんですけど、別にその3個落ちたらまた受ければいいみたいな話になるかもしれないですけど、その3個落ちたっていう事実が自分にのしかかりますよね。3個落ちたんだ俺みたいな。3個落ちたってこと、こことこことここ全部落ちたってことは、あれじゃあそこもなんかレベルというか、なんか難易度的には受かんないんじゃないみたいな不安が募るので、ちょっと怖すぎて、これで選考通ったらまた頑張りたいですね。そしたらまた続きも取りたいですね。また次回会いましょう。また次回会いましょうって変だけど、果たして ID ゼロ就活生の僕はどうなるんでしょうか。いやなんか自分で言うの変なの恥ずかしい。